それではね、次の方にも参ります。次の方もね、そうなんですね。こちらは、高知県ですね。四国高知県高知市にお住まいの、戸田武史さんです。戸田さんからは2月10日の地震報告書をいただいています。ニュースの部分ではですね、細かくこうですね、書いてくださってますね。この度の大きな地震、非常に驚いています。中央放送局の従業員の皆様で被害に遭われた方はおられないでしょうか。2月6日以前にも地震が頻発していたことから、さらに大きな地震が来るのではと心配していましたが、悪い予感が的中してしまい悲しい限りです。このような地震の時までも一部の政治家は自国の利益しか考えていない発言をしているのを目の当たりにし、なんとも情けない気持ちになります。亡くなられた方のご遺族にお悔やみを申し上げますが、一日も早く復興し、台湾の皆様がさらなる発展を遂げられることを心より願っております。なお今回の地震報道で、花蓮県は震度7という報道でしたが、台湾においても震度1から7のランクで地震の規模を表すのでしょうか。このようなお見舞いとですね、ご質問もいただきました。戸田さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。震度はそう、日本と同じような形で、です。で、彼の震度7ということで非常に大きかったんですが、これ実は一瞬だったんですよ、7はね。はい。ですから、まあ、あの程度で済んだということなんですけれども、それでもその、瞬間のその映像ですよね。日本でも多分報道されたと思いますけれども、スーパーかコンビニエンスストアのですね、ものが飛び出てくるとかですね、あとDVD のレンタル屋さんですね、はいはいはい、あそこの DVD が全部ドーンと出てくるとかね、大変な揺れだったんですね。はい、まあ、本当に地震はですね、これもう手垢のついた言い方になりますけれども、日本と台湾、これ本当に同じ、いわゆる地震が起きる場所なんで、これ引っ越すわけにいかないですからね、やっぱり皆さんこう常にそういったところに住んでいるんだということを意識していた方がいいと思います。私なんか一人で暮らしてますでしょ。家に帰るともうひっくり返ってますと地震わかるんですよ。まず縦にズズズズズズって揺れるんですよね。なるほど。寝てますからね、わかるんですね、はい、それから来るぞ来るぞと思ってたらワンワンワンっていう風にこう横に揺れるんですよね。高いところ14階建てなもんですけど、14階に住んでるもんですからね、そんな感じなんですけど、ちょっと最近多いですね。そうですね、本当にこういう、自然災害いつ来るかわからないから本当に怖いですね。怖いです本当にね、はい、ですから、まあ、私たちも忙しいのであんまりこう気にしてないんですけど、あるいはその逃げる場合にはですね、こうしたものを持ち出すというようなねものとか、やっぱり確認しておいた方がいいんだろうなと思いますね。はい、戸田さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、最後にですね、一つ情報です。これ東京、関東の方に限られるかと思うんですけれども、東京 MX っていうテレビ局がありますね。東京都がやっているところなんですけど、3月の6日のですね、夜の8時ぐらいなんですね。7時58分かなから、これ日本と台湾の合作テレビドラマですね、4回、というふうに聞いてますけれども、放送されます。これをさんね、私大変楽しみにしてるんですよ。はい、また好きな女優さんが出演してますか。水沢エレナさんっていうですね、女優さんなんですけれども、もうとっても綺麗、本当に、のですね、台湾の、まあ、大夫さんとですね、まあ、合作、ね、台湾ロケですか。関東地方、東京の方に限られるかもしれませんが、こうした、まあ、ドラマ、その後ですね、地方局などでも、放送されるのかもしれません。ハッシュタグというですね、ドラマ、来週の火曜日、3月の6日の夜の8時ぐらいから東京 MX で、始まりますので、こちらもですね、ちょっと、チャンスのある方はご覧いただきたいと思います。さて、それではですね、最後に。はい、シーシャーイン、奈良州の新曲、これちょっと長いですね、タイトルは。あ、そうですね、今踊らなければ何をするっていうのという曲ですね。時間いっぱいお楽しみいただきましょう。ご案内は大宿慶と上野でした。こちらは台湾国際放送です。